さあ、暴走族の続きをやっていきましょう。前回は爆音雷竜の奴ら倒しましたね。感動したよ、の最後。鼻先ね。で、次のグループは誰だろうな。で、爆音雷竜を倒して、バイクをもらったんですよね。それをちょっと使おうかなと思ってるんですけど、車種変更。おお。やっぱり暴走族のバイクってせめて大きさこうでなくちゃおかしいよな。これでもちょっとちっちゃいか。いやでもね、最初のあの新聞配達員みたいなバイクよりは全然いいと思うんですけど、ただ性能的にはどうなんだろう。ん？これちょっと下がる感じ？ハンドリング。へえ。つけることで上がるだけじゃなくて下がることもあるんだ。これは興味深いね。これは全体的に上がりますね。買っていこう。あ、最高速が下がる。はい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 。マフラー、これもまだハンドリングが下がりますね。へぇ。本。本はね、一番ド派手なやつで、つけるならね。ん？カスタム常連。常連さんになっちゃった。まあ、赤だったんだけど、今回は別の色にしようかなと思ってるんですが、黒も、かっこいいな。ちょっと可愛い系の色にしてみようかな。あ、紫もいいね。紫にしよう。で、ステッカーは、そっか、3つしかないか。なんかダサいよね。これにしてみようか。OK。じゃあ、デスレース、向かうぞ。よう、どうも。よう、そういえば、あざま、ん？今日はレイジエンジェルズの連中が来てるんだって。レイジエンジェルズ。なかなか中二病だな。ああ、普段は湘南の海岸沿いを飛ばしてるらしいんだから、多分ヤガミッチと勝負するためにスオーさんに呼び出されたんだ。なあ、そいつらどんな連中なんだ。レイジエンジェルズ。レイジエンジェルズ、女だけで構成された、いわゆるレディースの連中さ。そんなチームあんの？女だけで。今まで見たことないな。レディースなのか、ヘッドはどんなやつ？皆川里奈さんっていう最高にまぶい女だぜ。まぶい。だがちょっと頭のネジが外れててな。あの人はな。ああ、里奈さんは死ぬのが怖くねえらしい。レイスとは死神との接吻なんだとよ。は？死神との接吻？死ぬことを恐れねえところが死ぬために走ってるようにさえ見えるらしい。なんでも、極限のレースの中で命を脅してこそ、レーサーたちの天国、バルハラに行くことができる。そう考えてるらしいぜ。確かに、頭のネジが何本か外れてんな。ヤガミッチ！そうだぜ、ヤガミッチ。あの女どもは完全に怒りちまってる。ほう。あんな連中で走ったら、一夜でおだぶずだぜ。そんなに？死ぬの？ヤガミッチ、死ぬの？おお、来た来た。おいおい、迷惑、ちょっと怖いな。なんだこの音は。なんだこの音は。前回は花火で、今回はこれ騒音か。レイジーエンジェルズヘッド、皆川リナ。へぇ。今夜のギグが始まるぜ。イカれてんな。こいつは死にゆくレーサーたちに捧げるデッサン。お、死人も飛び起きるパンクが生かしたレクイエムだぜ。大丈夫か。ちょっとこれこそさ、警察来るべきでしょ。私たちはレイジーエンジェルズ。ほう。バルハラから落ちた悲しき天使たちだよ。どういうことだ。今夜も冥界までぶっ飛ばしていこうぜ。イエーイ。いたことねえだろ、冥界。あんたがやがるターボの顔。
爆音雷竜の花咲きをやったんだってね。やったんだけど、その殺してねえんだけどな。幸せなやつだよ。レースで死ねるなんてさ。死んでねえよ。殺しちゃいねえ。引退に追い込んだだけだ。引退だって聞いたかい、みんな。こりゃ傑作だね。あんたもそろそろ引退だよ。待ってろな。デスレース引退しちまったら、あとは醜く老いて死ぬのを待つだけだよ。なんでだよ、もっとやることいっぱいあるでしょ。エンマ様に門前払いされるだろうさ。何なんだこいつら。皆川、やるならさっさと始めようぜ。最初の相手はどいつだ。ラブホー、相手してやって。ナホ、やったー、イケメンだ。イケメンと心中だ。心中しねえよ。心中だと、ちょっと怖いな。ヤガミッチ、それがレイジーエンジェルズの世界観だ。奴らにとってレースで死ぬことは誇り高きものなんだ。なんでだよ、親が泣くわ。レーサーたちの天国バルハラに行けるって考えてるようだからな。なるほど、わけがわからない。まったくね。とにかくヤガミッチはあの女の心中相手に選ばれたらしいぜ。大変なことになっちまったな。なんかね、見た目普通だけどね、この子。行こうぜ、天国に向かってよ、イケメン。イケメンだけどさ、勘弁してくれよ。キムタク知らねえのか。さあやるか。あれ、なんか同じ色してない？俺なんとなく同じような色してない？こいつらと。ちょっと待って、恥ずかしいわ。ちょっと恥ずかしいわ。おら、おお、なになになに、なにもの騒音か。ちょ、勘弁して。これだ。はあ、おら、まず一人目。うん、二人目ガードして、そして三人、うー、あと二人か。おら、おら、あと一人かな。おい、来いよ。おら、デスレース開始。ちょろいな、ちょっとね。おい君、ちょっと待ってろ。うらうらじゃねえよ。うるせえって、あらららら、当たんなかったな。お、何投げてきた、スピーカー。あ、やべやべ、ぶつけようとしたらガード外したわ。へい、オラオラじゃねえよ。こんにちは。オラ、じゃあね。おお、早いじゃねえよ。お、なんか来る、なんか来る、なんか来るね。さあ行くよ俺も。ちょっと長いな、まだゴールになってないのか。それ多分今回簡単にバイガーたちを倒したからあれかな。おら、あ、当たんなかった。はいはい、お。ちょろい。あとちょっとつくんだけどさ、あいつ加速するだろうな一回。よし、でも勝ったな。いや、バイクの色ちょっとミスったかもしれないな。色変えようかな。よしよし、どうよ。え、嘘だろ、あたいが。嘘じゃねえ。なんでこの人首輪つけてんだよ。ワンちゃんか。早いやつが偉い。お前もルールには従うよな。ああ、好きに命令しな。今日からあたいはあんたの女だよ。いらねえよ。
だったら命令だ。もう危険なレースから足を洗え。死のうだなんて思うんじゃない。やめてくれ。それはつまり私に生きろってのかい、この残酷な世界を。ああそうだ、お前の力で生き抜いてみろ。人生はデスレースなんかよりずっとスリリングだぞ。デスレースよりスリリング、つまり人生という名のデスレース、それを走り切ってこそ天国に行ける、そういうことかい。ちょっとなんかめんどくさいな。ああもうそれでいい。はいよ。そっか、わかったよ。そうと分かったらそうしちゃいられねえ。何？人生という名のデスレース。何ちょっと決めてんだよ。まずはバイクから降りろ、着替えろ。人生という名のデスレースに出発するぜ。行きますか。大丈夫か。バカなやつだよ。よし、これで一人。おお、アピール力もマックスになりましたね。さらなるユースドラムの信号が可能になります。なんだ、うん、じゃあ次行くか。あれ、こんな感じ、イベントかな。ん、誰、今度は瀬山さんたちじゃないのか。八神さん。え、花咲。何、すっピンってどんな感じだ。ん、どうなった。花咲です、バグンライリュー元ヘッドの。え、花咲ってあのウォーマー。今すごいな。いや、お父さんにちょっと似てるな。はい、あのボマです。なんかお前ずいぶんと変わったな。定時制の高校に入ったんです。こんな高校生いる。立派な花火師になるため心入れ替えて勉強と修行に邁進する毎日です。偉いじゃん。そっか、そりゃよかった。ところで日和さんとは。はい、お付き合いさせていただいております。おお、よかったじゃん。日和さんのご両親からも、許可をいただきまして。おお、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。八神さんのおかげであります。もちろんだよ。ターボがいなかったらもうそんなことなかったよね。そういえば花咲、お前に聞きたいことがあるんだ。レイジエンジェルズの皆川里奈について教えてくれないか。今度あいつとレースすることになってさ。そうですか、八神さんついに里奈のやつと。わかりました、知ってることを何でもお話しします。腹減ってる？わかった、レストランで話そう。すみません、何も食ってないもんで。よし、飯でも食いながら話すか。ありがとうございます。はい、ごちになります。あ、おごるけどさ。中華料理、これもさ、使い回しのステージだね。前にあれだよね、禁断の味、ラーメンのサブストーリーもここでなんかあったよね。せっかくだからメイドンヘイブンについてあれこれ聞いてみるか。まあ確かにね、ヘッドに話聞くの初めてかもしれないね。うん、じゃあスオーについて、スオーについて知りたい。あいつはどんなやつなんだ。スオーはなんというか、ただ速いだけじゃないんです。あいつはスリルを心の底から楽しんでるんです。楽しんでる？デスレースを。あの人にとって道路は多分遊び場なんです。命を使った遊戯を楽しむための。へえ、遊び場ね。怖くはねえのかな。いえ、怖いからいいそうです。極限状況の中で恐怖作用も乗りこなし打ち勝つ、その先にこそ天国があるそうで。ん？天国。はいはい、多分スオにだけ見える世界があるんです。実際走ってる最中のスオーは突風だとかバランスだとか自然現象さえも味方につけちまってるように見えて、走ってるスオーを中心に世界の法則が変わっちまったような感じがするんです。そんなやついる？なるほど。人間じゃないでしょ。それがスオーの言う天国か。だから一緒に走ってる俺らも最高にエキサイトして、スオーと走ってる時間はぶっ飛ぶと言いましょうか。タンコロと俺、そして道路までも一体になって溶け合っていくような感覚を味わえるんです。もしかしたらそれがスオーのカリスマ性の正体なのかもな。
皆川里奈について、レイジエンジェルズの皆川里奈だから、レイジエンジェルズって言ってるけど、初代のあの人紫レイジだよね。あの人を崇拝して結成したチームかな。レイジエンジェルズ、紫レイジの天使たちみたいな。やつはメンバーにレースで死ぬことで走り屋たちの天国に行けるとか説いてるんだって。はい、ええ、そうなんです。だから死ぬことなんて恐れてない、それどころか望んでさえいる。最高の相手と最高のレースを繰り広げ、最高のエクスタシーを感じることで天国への扉は開かれる。リナはそんなことを語ってましたね。文字通りレースの中で死ぬってことが相当やべえ考えだな。はい、ええ、スオは恐怖と向き合い乗りこなしてるんですが、リナは違う。そもそも恐怖なんて感じちゃいないんです。だから技術は未熟でも強い。痛みを知らない子供みたいに無邪気に無茶に、サーキットを走ることができるんですよ。はあ、気が重いな。そんな奴に勝たなきゃならないのか。じゃあスオが壮大になった経緯なあ、スオが壮大になった夜のことを教えてくれるか。風紀委員として単身、直談判に来たらしいが、はい、ええ、大人数の族を前に見事な短歌を切るスオの度胸に当時の壮大だった赤塚さんが興味を持ちましてね、スオに勝負を持ちかけたんです。レースで俺に勝ったら清涼の生徒を族から抜けさせてやると。ほうほう、なんかそういうこと言ってたね。結果はスオの圧勝、一夜にして壮大になっちゃいました。つまりスオにはレースの才能があったってことが。はい、ええ、そういうことでしょう。眠れる獅子を起こしちゃったんです。スオのやつ、デスレースで走り屋の本能が目覚めちまったらしくてね、俺たちバコン・ライリーやレイジ・エンジェルズのヘッドに次々とレースを挑み、メイドイン・ヘブンを統一してまったんです。風紀の鬼なんて呼ばれてたようなやつが一晩でそんな変わるものか。どうも不可解だな。うん、まあ一旦は聞きたいこと以上が。花崎ありがとうな、いろいろと分かったよ。全然食ってないやん。めちゃくちゃ残してんじゃん。花崎、今日は情報提供ありがとうな。いえ、いいってもんす。八神さんのためっすから。レースの練習するなら付き合いますんで声かけてください。え、まだやんの。ああ、頼むよ。それじゃ俺、これから日和ちゃんとデートなんで。金あんの。デートする金あんの。ほんと変わったなあいつ。はでも、スオの目的って、まず清涼高校の生徒たちを暴走族から卒業させたんだよね、一応。もしかしたら、生徒たちを守るためにやってるんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、引き続きレースをします。デスレースをね。よし。今、花咲が練習に付き合いますんでって言ってるけど、おう、できるんだ。しかも、レイジエンジェルズもいるじゃん。へぇ。完全にやめたんじゃないの？花咲。まあ、いいや。さすがに増えてないよな。オッケーオッケー。じゃあ、次のメンバー、誰だ？ん？いきなりなんか。やば。モヒカンの女。あんたが八神か。噂通りのいい男だね。ひひひ。あっしと一緒に死んで共同葬儀しちゃうかい？いや、しないしない。いや、そんなガン見すんない。怖いんだけど。いやいや。髪の毛どうかしてるわ。まだ死ぬ気はない。人間いつかどうせ死ぬんだ。醜く置いて死んじまう前に綺麗なうちに死ぬ方がお得だぜ。
それによ、こんな美女と一緒に死ねる機会なんて想像ないぜ。どこが美人？ちょっと失礼かもしれないけど。何をおっしゃってるんですか？ねえ、一緒に行こうよ、イケメン。いや、行かねえ、行かねえ。レイジエンジェルズはこんなのばっかりなのか。なあ。ん？ココナッツ。ココナッツってちっちゃいツが入ってんだ。逆弾をその辺にしときな。レイス、やれるね。はい。もちろんですよ、みんなさん。あっしり、任せてください。こいつのココナッツ、キャーって縮み上がらせてやりますよ。ちょっと何言ってるかわかんねえ。これで二人目。負けるわけにはいかない。うん。ああ、色を変えるの忘れた。くそ。前回見たに、バイカたちを、ちょっと早めに倒しちゃったから、あのデスレース、ざわなかったんですよね。二人だけの。だから、ほどほどにしとくわ。うらー、間に合わなかった。ほどほどにするわ。でも、負けない程度で、来んのか？あらららら、ダメだ。おら、まず一人。で、次は誰だ？なかなか早いね。早いですね。うわ、お、当たんね？はい、二人。なんか攻撃してこないな。うわ。よっしゃ。お？あと三人かな。おう、あいつ何やってんの？俺の目の前で倒れんだよ。なんかスピードがこれで限界っぽいね。110キロ。ウェイ、もう一人。しょ、よっしょ、もう一人。あと二人かな。いけ。お、もうボス目の前じゃん。よっしゃ、こっからがデスレースか。何投げてんなお前。怖いんだけどね。この人、あー、なんか長そうだな。うわ、長いな。よいしょ。ん？効かねえよ。おおおお、あれ、ガード、せいよ。うら、うら、ん、いくか。あ、短いな。すぐ終わっちゃった。じゃあ最後までいくか。よし、ココナッツ。すまんの。よし、よし。どうよ、どうよ、どうよ。か、完売だぜ。いやー、よくそんな髪の毛できるな。なに、展開のドアみたいな。服着てるな。ルールは絶対、これからは俺に従ってもらうぞ。ああ、いよ。もう、あんたとあっしは墓場まで一生さ。いやいやいや、そういうことじゃないんだよね。これからは、二血であんたのレースに付き合うぜ。いや、やめてもらおう。それで、一緒に死んで、バルハラに行こうぜ。キャッカ。いや、ダメだ。命を無駄にしようだなんてもう考えるな。お前は今日で引退だ。え？え？
引退だって？そんな。まさかあんた今更あっしに普通の女の子に戻れってのかい？ああ。わかったよ。え、戻れんの？なんだ、随分と物分かりがいいな。惚れた男に言われちまったから仕方がねえ。いや、それに実を言うとさ、あっしはアイドルになるのが夢だったんだ。じゃあなんで暴走族やってんだよ。え、アイドル全然違うじゃねえ。そうさ、ん？プリップリのヒラヒラの可愛い衣装でよ、男どもが燃え上がるようなアイドルにな。おお、お前ならやれるさ、多分。やっはー、目指せアイドル。全然方向性が違った。なになに？あいつ、モヒカン以外の頭皮、永久脱毛してたんだけど、なんだ、マジで。永久脱毛してんのが。だからツルツル。やばいな。よし。うん。今回はイベントがなくて普通に戻ってきましたね。まあ、爆音雷流の流れだと、3人目の後にまた、あったんですよね。なんか、尾行したりしてましたよね。ってことはもう一人やったら、また、ストーリーが続くのかな。もう一人ぐらいやっとくか。よし、やろう。まあ、まず、色をちょっと変えるわ。さすがに。エンジェルズたちと似たような色をしてる。じゃあ、そうだな、白で。白かっけえな。ねえ、行くぜ。今日はどんな感じだ？え、なんかデモやってるか。そりゃそうなるよね。暴走族は出ていけ。ん？珍相談は社会のゴミ。偉人城から追放しろ。なんだあいつら。暴走族をやめさせる会だよ。瀬山さんたちの？やめさせる会だって？だけどあいつら、彦少年の呼びかけと対話をモットとしてるんだよな。あ、多分大月さんだよね。なんか二人全然違う考え方。そりゃそうなんだけどさ、最近過激な連中もいてさ、須山のおっちゃんとは意見合わないみたいで。ほう。あれ？あれはチンピラ？こいつら、何言っても俺らに手出せないらしいぜ。ストレス解消に使おうぜ。これ絶対さ、あれだよね、神経貧同盟のやつらだよね。なんとなくだけど。おう、そりゃいいね。何？お、いって、下っ端暴走族。てめえら、調子に乗りやがって、ぶっ殺してやるよ。お、やんのか。やめろ。お、そう、バカ野郎は片毛に手出すんじゃねえ。しょっぴかれんぞ。なん、どうした？あ、やっぱり。あの人は確か暴走族を辞めさせる会副代表の。町に救うドブネズミどもか。ほう、なんで音声付き完全じゃなかったんだ。市民に噛みつかなきゃ駆除されないと学習したか。大月さんだったっけ。あんた必死だな、公約で掲げてたもんな。偉人町の暴走族を撲滅するだっけ。ほう、政治を利害するドブネズミがいたのか。驚きのシンカーだな。捕まえた解剖してみるか。何言ってんの、てめえ。お、津山さん。ジロ。話を聞きなさい。ちょ、何やってるんだ、お月さん。やめるんだ。甘すぎる。市民は彼らの存在に迷惑をかぶってるんです。悠長に対話を呼びかけてる場合じゃない。どうすんだ。とにかく今日のところは引き下がってくれ。このままじゃ全て台無しだ。わかりましたよ。へえ。あっさりだね。みんな行きましょう。めっちゃ佐藤二郎だけど。メイドインヘイブンも辞めさせる会も
一枚岩ではないようだな。火種にならないといいが。